長寿梅の植え替え。喋ってください。勝手に取れて喋ってくださいって言われて。長寿梅の植え替えをするそうです。ちょっとほんのちょっと深いにしようかな。深い？深上に。ああ。ちょっとだけ。楕円から丸に。まあこれは練習が持ってきたんですけど。うんうん。小線。穴が多いと大変ですね。なんとか繋ごうとバレた。販売用。そうかな。いい木なんだけどな。最近園主はこういう足のやつを、うん、ここを正面にしようって最近言うんですよ。普通足だとここじゃないですか、うんうん、流行りみたいな感覚なんでしょうね。面から見て安定して見えるかもしれないね、うん、そう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 、バランスが取れてて。最近なんだ。最近っていうか、まあ最近佐藤さんは最近って言いますね。スタンダードは足っていう。そうですね。意外とスポット取るんだ。長寿梅です。植え替えはこの時期でもないです。もうちょっと遅い。もうちょっと早いですかね。植え替えはね、9月から病気が出るから眼中病が出るんですよ、はい、だけど今ほとんど出ないけどね、夏は植え替えてもね。おー、うん、少しでも騒ぎに。今週の土曜日、ホワイトビールさんが来てくれるそうですよ。解説が入りますか。解説？ホワイトビールとはみたいな。ホワイトビールと入れようかじゃあ。小江戸ビールは埼玉県川越を拠点とした小江戸ブルワリーが提供する非常に魅力的なビールです。ドイツの醸造技術を取り入れ、日本で磨きをかけ、日本オリジナルの美味しいビールを作り上げました。さつまいものビールとかもあるんだって。飲んでみたいよね。地元盛り上げていこうという。川越って小江戸って言われてるんですよ。あ、そうなの。だから小江戸ビール。小江戸川越。小江戸川越。川越、ね、小江戸で小江戸。川越が、うん、電線とかないっす。ああ、そういう感じなんだ。今キミコさんの商品をひるまさんが値札つけていってます。まあ来てくださってね、僕たちにちょっとおごってくれたりすると嬉しいなっていうね。いっぱいどう感じです。結構削んないとダメだ。相談に行きました。キミコさんの商品いいですね。これ1000円ですよ、1000円。山もみじ。1000円。さっき見てたのはね、これ、ハエでいいなと思ってたんだけど、鉢が有機小石。あ、そうなんですか。で、1200円です。安い。ハエもん勝ちです。ロイヤガキもいいんじゃないですか。ロイヤガキ？あ、これね。うん、これいいですよ。これいいですよね。こっちか、こっちか。これのお値段なんと、なんとお高いんでしょ。7000円。え、7000円。これ一生懸命針金かけました。針金かけました。キミコさんの木をイルマさんが針金をかけた。その分その分ってお前か。1万2000円です。これもいいっすよ、かっこいい。これも安い。
株でですけどね、心拍こっちでもいいし、こっちでもいいし、うん、いいですよね。なんとなんと7000円。はい、他にもこの500円コーナー、300円コーナー、そうですね、欅が300円と800円、300円コーナー、500円コーナーいっぱいあるんで、こんなのもいっぱいあります。はい、こんなのもいっぱいあります。はい、ぜひぜひお求めください。ありがとうございます。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。はい、どうしました、ハチは。いませんでした。あ、いなかった。かわいい、かわいい、これかわいい、女子みたい。これあります、監修。あ、なさげですね。なさそう、ないのもあるんだ。だいぶ落とせば入る。あ、落としてるよ。一人防災用のがいい。ちょっと切り込んでみな。はい、これ橋もいいですね。橋の船、高上でね、高上にしてください、ちょっとね、そのぐらいでちょっと決めるいいね、そのぐらいの高さでね。はい、うん、よかったね。ひるまさん、これを植えたんだよ、ひるまさん。こういうのはね、はい、高上にするんです、真ん中を。これ低くするとね、貧相に見えちゃうんです。今、かんちゃん聞いたから、そうやってでググッと回してね、やるんです。高さはそんなもんだな。ちょっと山があるでしょ、高いでしょ、はい、うん、それこれいいでしょう。はい、頭に巻いてくれるんですよね。みんな知ってる。みんなお手伝いの方にはプレゼントするってことで。あ、そうなの。分かんないけど、私のそこが毎回自腹切るんですけど。プレゼント企画でも結構お金かかっちゃう。サコッシュ。サコッシュに手ぬぐいつけて。え、そんなもらえるんですか。ぐらい。いいんすか。サコッシュいらない人もいるんじゃない。いいんすか。音がしっかりしてるからね。いいよ。すべての情報だとかね、あの大変だとかって言ってたね。こういうんじゃない。鉢こぼれ。はい。鉢こぼれ。木が大きくないんです。ちっちゃい。はい。いい感じ。これは振り物？振り物。お、振り物です。でそこまで古くない。いや、古いっすよ。バリバリ。
40代とか働き盛り、一番45とか昼間さんみたいな。昼間さん、昼間さんもうちょっと上じゃない一番いい時ですよね、正直、うんうん、男として的に男としてもう衰弱の衰弱の老化とかさ衰弱人形、あれ300円で売るよってすごいできてました。最近よく飾ってあるやつ。あ、そう、うん、あ、これあ、いいじゃないですか、それ。あ、いいですね、いい、どれ。あ、いいですね、かわいい、映んない。飾りの時にどれでも300円とは言ってたけど、大丈夫かな。言わざる、すごいですね。何で作ってんだ、それ。石っぽいですよ、ね、触った感じ。石っぽいですよね。全部むずいね。あ、人形まだあるじゃん。スキールが好き。あ、スキーもある。よいしょ、転んだ、転んだ。いや、攻めてるんですよ。攻めてるのか。ああ、斜めにね。ラインを攻めてる。なるほど。意外と現代っぽいのもあるんですね。うん。使えるもんな。ん？使える。使える。使う機会があるかどうか。飾りでいいですよ、これ。本当。これでも、すげえ細かい感じです。じゃあ、はい。はい、じゃあ、一ついただきます。完成し。今週やる。さ、まだ自分の式何も選んでないんだけどさ、来週でいいのかな、これ。